ハピママ幸せ相談室。今回の相談は、我が子らしさを理解して育てたいと思うのですが、その子らしさ、その子の個性を見つけるにはどうしたらいいでしょうか。回答者は、子育て相談通算4000回以上、幼児教育エンゼルプラン V の奥田恵子さん。ご自身も2児の母で、全国で子育てセミナーや子育て相談を行っている子育てのプロフェッショナルです。まず個性を発見するにあたっては、ママの方に我が子の個性をあるがまま受け入れてあげたいなと、そしてどんな個性であっても嬉しいなと思って祝福してあげる心構えがあると、すごく子どもは素晴らしい人生のスタートが切れると思います。集中して絵本を読んでいるような子に対して、あ、この子は運動が苦手なのかもしれない、じゃあ大きくなった時に困るから早くから鍛えてあげようと思ってスポーツクラブとかに2、3歳から入れたとします。ところがその子にとってはそれは興味関心がないこと、あるいは苦手なこと、早くからそこを埋めてあげなきゃと思っていると、どうしても否定の教育になりますでしょ。否定の教育をされると子供は辛いものです。認めてもらえてないと思って、個性をですね、包み隠し始めてしまいます、大好きなママに認めてもらうためにこの個性は受け入れられないと思った時から、子供は個性を出すことを控えるようになってきます。それは子供の長い人生にとって残念なことですね、だからまずはともかく長所を発見してあげようって、思ってください。それが多分ね、ママの第一ミッションですよ、まずはですね、1歳半ぐらいまではそういう子供の、一つ一つの日頃の様子を、ああうちの子こんなこと子なんだとか、こんなことを喜ぶんだというのを一緒に喜んであげることが大切かなと思います。子供の興味関心の中に実はその子の才能が隠れていることが往々にしてあります。その子の強みもそこに隠されています。なので、こう子どもの興味関心に沿って会話をしてあげる。で、子どもにいっぱい自分が好きなものを語らせてあげて、そしてそれをママ見て見て見てって言ったら一緒に喜んであげる。そうするとお子さんはどんどん自分の個性や強みを出してきます。エンゼルプラン V は幸福の科学の幼児教育機関です。幸福の科学の信仰に基づく豊かな情操教育を行っています。また考える力を伸ばす地域、創造性を育む活動を通して子どもたち一人一人の個性を大切に伸ばします。